お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらメガナイトバルーンやっていきたいと思います。こちらのデッキなんですが、マルチね、今8000が何人か出てるんですけど、このデッキで8000人いってる方がいました。しかもね、なんかあんま見ない方ね、メガナイトバルーンとかはまだわかるんですけど、ライトニングが入ってるっていうので、まあちょっと珍しい形だなと思って、今日はねこちら使っていきたいなと思います。さあよろしくねと。で、ライトニングがね入ってることで、やっぱねちょっとだけ重いんですけど、まあそこをスケルトン入れてちょっとね高回転カバーしてるって感じですね。さあ初手浪曲、これ美味しいね。もうなんならこれ後ろにバルーンつけたいんですけど、まあバルーンないので、まあ無理せずで、序盤はね多分ライトニング打ってないというか、メガナイトバルーンライトの形を組むことは多分不可能ですね。まあ、メガナイトバルーンで矢の雨はギリ打てるかとか、まあなんかバルーンライトニングとかねできるかもしれないんですけど、この全てをね組み合わせることは多分ね序盤の間は難しいと思うので、まあ後半まではまあなんかメガナイト裂いてバルーン裂いて、あとは守ってでのんびりしとけばいいかなと思います。で、今回ってムートネスケドロロイフですね。もう大流行ロイフです。これ流行りまくってます。流行りすぎやろっていうぐらいねいます。ちなみにさあ、ここはね引っ張ってあげて、で相手がマザニクとスケドラなんですよ、デッキで。今マザニクがないんですけど、スケドラをね何枚前に裂いたか分かんないんですけど、ファイブも裂いてて、そうちょっと苦しいと思うんですよね。ここでスケドラが、あースケで間に合うのか間に合わないのか。さあ間に合わないね、ギリ。オッケーオッケーオッケー。いやこれは一発入るんじゃない。さあこの一発がでかい。そしてヤンナアメでね、ええ感じに守っていきましょう。で、豚にはメガナイト、まああとハンター、トリトンでキングドとかもできると理想を。で、ライトニングね、なんかええ感じに当てると、まあ相手は対空がちょっと弱いんでね、今回。スケドラと、まあオリとマザネクファイボで、全体的に火力がないので、バルーンに対して。よしよしよし。さあ、なんならライトニング削りとかもね、してもいいかもしれないんだけど、相手は僕のね、このスペルがライトニングって分かってないんですよ。まあ、だから、序盤の間に、あの、種をばらすのはちょっともったいないと思うので、最初はちょっと我慢していこう。いやー、これどうしようかな。相手も待ってますね。まあ、メガナイト先出ししても、悪い気はしないけどな、正直。まあ、ここで逆サイ来るんですよ。あー、これは美味しい。これはマジで美味しい。2体だけだったんでね。さあ、そして、まあ、スケドラかなんかにはね、もうライトニング打っていきたいしね。これだってもう相手きつい。いや、メガナイト早く入れ。入れ。熱い。で、メガナイトが、オッケーオッケー。いや、タイミング良すぎ。ムートがね、大砲になった瞬間にライトが当たってるんで、しかもこれバルーン止まんない。オッケーオッケーオッケー。いや、これはもう、爆発いっすね。さあ、にっこりですね、相手も。まあ、もし、ケツメガしても、逆サイロイフ来ても、ハンターでやっぱ守れるんで、まあ、ケツメガして、形組むのもありかな。さあ、なんか単純に、まあ、もうバルーンも強いんですけど、もうメガナイト、トリトンハンター、そしてマザニク、あとはスケで、回転範囲で、単純にこのバルーンを出さない形も強いと思うんですよ。だから序盤は、やっぱ攻めれば攻める分カウンターがね、きつくなるんで、まあバルーンを出さずに、まあずっと周りで回して、なんならメガナイトライトニングで攻めるっていうのも結構ありっすね。さあよろしくねと。で、僕ね、多分言ったことないかもしれないんですけど、ライトニングめっちゃ好きなんですよ。知ってる方はね、多分いないはずなんですよ。いたら怖いっすけど。まあ、フリーズね、僕好きっていうのは結構知ってる方多いかもしれないんですけど、あとミラーとか、好きなんだけど、もう次でね、ファイボとかさ、ポイズンとか、ま、いろいろあるスペルの中で何が好きかってなったら、もうライトなんですよね。そう、ライトニングが好きっていう、ちょっとなんか、特殊な癖を持ってるんですけど、これメガネと回しします。いやー、ネクロ踏みたかったけどなー。まあ、これ矢打っとくか。さすがにね。さあナイス。なんでちょっとライトニングバルーンはね、珍しいなと思って。メガナイトも好きだしね。もう俺の好きなデッキやん。さあナイス。これもなんか勝手に勝てそうだな。守っただけで勝てそうなんだけどな。ライト打ってもいいんだけど、打つ必要もなさそうだね。これアドが今すごいですね。さあこれ多分2コスぐらい。で、3コスぐらいで何を出す1枚出せるか出せないか。ネクロだけど、もうキング起動してるから、これでステイっすね。うん。さあ、相手はメガナイトネクロロケホを、まあ、マザネク強そうだね。さあ、枯渇？まさかのバレルが飛んできた。
さ、ゴーストね。まあ、間だけちょっとよくわかんないっす。好き流して、どうしようかな。ぶっちゃけケツメがしていいと思います。逆サイ攻めてきても、トリトンがあるんで、別に逆サイロイ来ようが、逆サイベッカ来ようが、逆サイ何が来ようが、全部トリトンで回収できます。で、ネクロはライトでね、ぶっ飛ばせるっすけど、どうしようかな。おぉ。これ、打ってもいいか、そんな。打って、あえてこれもう一枚咲かないといけないんでね。さあ、なんでしょうか。メガネと間に合うね。2倍タイム。さて、相手のスペルがわかんないですけど、で、一旦引っ張りながらのバレルを警戒して、しっかり豚にしてあげて、ここ柳雨ね、攻めで使えるか、なんか温存しとった方がね、やっぱいいんでね。相手のこういうロケット押しであったり、まあ、ゴブリンバレルを、スペルを使わずにね、守るっていうのがいいですね。さあ、これはもう、終わりそうだけどな。いや、ね、待って。せっかくさ、豚育成してんのに邪魔しないでよ。横取り屋ですね、マジで。さあ、どうしようかな、これ。なんか、あとちょっとかね。どうやっても削れそうなんだけど、なかなか削れない感じね。さあ、ライト圏内ではない。ライトは28、264でしたね。ごめんなさい。ライト屋で、終わりそうですね。さあ、ライト屋で終わりそうなので、まあ、あと最後スペル打って、これ飛来心はないよな。え？ちょっと待って、最悪。ちょっと待って。あ、でもこれ豚になって終わるわ。なんならもうバルーンもね、飛ばしてあげて。さあ、ナイス、豚というわけで、しっかりね、ハンターで歩かせて、オーケー。いや、なんか結構バランスいいデッキな気がするな、これ。陸にもトリトンハンタースケ、メガナイトで結構万能でしょ？空にはハンターのゼリックのヤナメライトで、一応スケで高回転なんで空だけで回せるんですよ。さあ、よろしく。まあ、序盤はね、守り身でいきたいよね。さあ、ナイスグッド。まあ、なんかなんならもう2倍タイムとかまで待ってもいい気がするね。さあ、ボンバーってことはまあ大型、エレジャイゴレ、まあたまにゴブドリ、うん、早いなゴル展開が。これバルーン飛ばそうかな。飛ばしていいな。でメガゴかトルネかなんか咲いてもらって、無視だったら落ちるんで、このゴル別に守れなくていいんですよ。でトリトンでキング起動したいんだけど、俺はトリトンがねなかなか回ってこない。これに関しては単純に踏んでやっつけていい。さあ、まあ、本当はねトリトンでキング起動したかったんだけど、相手のユニットがねあそこまで固まってたら逆にトリトンで引っ張って後衛ぶっ刺さってやられちゃうんで、まあ、メガナイトで美味しく踏んであげてね、でもいいと思うよね。さあ、ゴレダクネランバーボンバーで、まあ、あとメガゴベビーとか、まあなんかその辺がねいそうだなーって感じですね。さあ、これゴレ守るなんかでもちょっと嫌だね。まあ、防衛ライト意外と大事かもしれない。めっちゃ暇じゃないこれ。どうするこれ。まあ、早めに引っ張って、潰すハンターで。うん。で、ライトで、さよならしたい。OKOKOK。いや、いいね。トリトンハンターで早め潰しで、近畿道マジでしたいんだけどね。できないときは無理してやる必要がないよね。さあ、こっからですね。問題は俺が2400側にプレッシャーをかけられるのかどうかだし、ずっと守られるとちょっとやだね。うん。さあ、ライトがねあると思うんですよ、僕は。対戦相手ね。なんならこれバルーン飛ばしてメガゴ来たらライトでぶっ飛ばでもいい気がするな。いや、ぶっ飛ばさなくてもいいんだけど、この間に溶かせる方がいいのか。相手のユニット次第だな。いやー、これはぶっ飛ばだな。さあ、でここでキング起動発動時、トルネ使ったんで1個奥じゃなくていいね。これ1個右にしとくと相手がねトルネードで吸ってもキング起動ねできやすいです。だからミスしやすいですね。さあ、いや、めっちゃいいじゃんこれ。マジか。さあ、激強デッキ拾ったまであるな。さあ、矢の羽打ってガゴとかアーチャーとかね、ボンバーとか小物には矢打てばいいからね。で、一応マザニクもあるんで、ハンターもね。さあ、絶対うまくないライト打って、グディー、ナイス。
いや、いいね、これ。なんか、万能って感じ。さあ、よろしく。ポコポコンマン！まあ、なんかすごいね。手札がやっぱこういうのになりやすいんですね。一番嫌なのがメガナイトバルーンヤナムライトか。メガナイトバルーンヤナムライトだったら、もうぶっちゃけ初手バルーンか、初手ヤナメの2択。バルーンしてもいいと思うな。で、今回相手も何も出してこないのか、大型系なのかな。まあ上がんないんで、とりあえず助け出して。いやー、バルーンはヤンキーか。いや、これいっちゃおう。これでもホバってことは、あー、そっちか。こやこやか。こやこやだったらちょっと嫌だな。メガナイトの可能性もあるんだけど。こやこやだったらなんか普通に嫌かもなと思ったけど。ちょっと違うね。親衛隊ロイフグだ。さあ、ザッピーほぼ親衛隊。ああ、そうですね。なんで、まあ、ロイフグにはね、ハンターであったり、トリトンでキング起動、あとはメガナイトで踏むで。問題はね、こういう相手に対してライトニングの打ちどころがあんまないね。そう、ホバザッピーで、ザッピーは無理なんで、まあ、ホバに神ライトを当てたいぐらいかな。ホバがね、やっぱ、ハンターのメタなんだよね。マスケとかね、遠距離が。さあ、どうしようかな。ホバがね、嫌ですよね。さあ。まあ、メガナイト序盤割くのは結構リスキーだと思うな。結局、檻でも何でも、あ、ここはさすがに割くんですけど、ケツメガナイトはね、さすがに、逆サイ攻められて、簡単に防衛されてがあるんで。あと、檻、ホバ、ザッピーあたりを巻き込めるならライトも打ちたいよね。さあ、これちょっとスケぐらい追加してあげると、メガネと頑張れるんだね。いや、これ言ってよかったね、今。多分、今バルーンからのホバ出てくるんで、ホバザッピーにライト当てるのが、一番の正解だった気がするんだけど、いや、ちょっと難しいね、今回。立ち回りが。で、嫌な雨で剥がします、盾。ホバにライト打つかどうかっすよね。打ってもいいと思うんだよな。打ってもいいんだけど、種が割れちゃうんすよね、これで。そう。で、キング起動してないから、ちょっと良くないっすね。こういうのもダメージ結構入っちゃうんで。これバルーン行かない方がいいな。バルーン行かない方がいい気がした。もう一回我慢しよう。もう一回我慢して。さあ、もう一回我慢して、ハンター頑張れる？ハンター頑張れないか。いや、でもこれは、カウンターの形が、できそう。いや、で、バルーンで、檻からの、ザッピーだな。ザッピーワンチャンライトで潰せねえかな。で、ワンチャンにそう。で、ここエグいっすね。アドがやばいんで、ゴコスロイフグ来る。ハイボ使ってくんねえかな。あー、ヤマメかな。まあ。さあ、いやー、渋いね。ザッピーホバね。まあ、頑張れないことはなさそうなんだけど、これマザネクに5打たれて、マザネク側にホバ来るともう、泣きたくなっちゃうよね。さあ、鬼の許容ゲーして、いや、マザネクちょっと、それバカ、やばい。さあ、で、ここで、さあ、ライト打って、いや、あるでよ。一発入るんじゃない？入んねえかな。一発入るよ、でかい。マジでかい。さあ、いや、これは相手さすがに焦ってるはず。でかい。これだってもう終わったっすね。あとライト打って。なんだ、檻に打ってもいいぐらい。おっ！それは天才。いやー、優秀すぎる。で、ライトか。まあ、ファイボでもいい気がするな。でも、ライトニングの理由はディガーがないからっすね。ディガーがあったら、ファイボとかヤナメでもいいと思うんですけど、まあ、ディガーないから突破しなきゃいけないっていうので、まあ、ライトニングっすね。さあ、よろしくね。
クオリティには結構重要ですね。あとハンターもここ2枚でほとんど守るみたいな。さあ暇だな、どうすれば縛る、あーねー、縛らいとしてカード回そうかとか思ったんですけど、いや僕は普段あんまゲーム音つけてクララはやんないんですけど、ゲーム音つけてる相手だったらもうもろバレだもんな。さあダークプリンスはね、ペッカとかの香りしかしないけどな。ダークプリン、まあペッカかロイもあるね。ペッカ、ロイ、スケラ、これ、ぐらいかな。さあだから何出してもやばいね。バルーン出してラム受け、トリトン出してケツペ、メガナイト出してケツペ、ライトニング打ってケツペ。まあでも唯一の希望はライト打ってLJ もあるね。ライト打ってでバレない、バレないプランでカード回し、いやーこれやるか、どうだろうな、ちょっとやってみるか。いや怖えな、ちょっと待ってよ、ロックスっていくよな、いきます。あ、スタンプと同タイミングでやればあんまバレないやつやな。ちょっとうるさめのスタンプを、うるさめのスタンプ、おうるさめの人、あこれや、いきます、こいつっすね。よし、さあこれでバレない、多分。あ相手もスタンプ押してくれてる、えマジでバレてない、待って、だよねだよねだよね、まあ、相手もゲーム音出してなかったら絶対わかんないです。ゲーム音出しててもこの来た、いやいいぞ、どうせでもこれでライトニングすげえ欲しくなったら決算費とかされて、いやでもこれで隙が回ったんでね、いや俺天才か、いやペッカラムだ、よかった、ライトニングで手札回しが一番の正解だった、マジで神。さああんまこれメガネで使いたくないけど、いやでもこれ今相手ね使ったんすよね。でラムか、ラム俺ボコせねえな、でも打っちゃうか、うわトマトもマズニクに当たったこれ、いやー熱かったんだけどな、まあこれやばいね今のでこれだからな、どうやったら勝てるんだ俺これ。さあもライトにディガーもないんでね、単純にバルーンライト繰り返すだけ説ある、メガネで出さないみたい、いやここで出す、じゃあ相手ね空も対応しなきゃいけない、いやーでもこれ微妙だな、まあ、矢で消そう、いや消えなかった、あっせあっせ、まあまあまあ、さあまあまあまあ、いつか俺のターンでしょ、いつか、いやこれでライトだな、いやこれ結構熱いぞ、いやーこれちょっとむずいな、俺の受けがなくなっちゃう、おいてしまうもしてる、でかすぎるさあこれもう一発あるやろ、あーでげえ勝った、さすがにこれは勝った、いやもうしまえばラッキーすぎるやろ、でも僕もライト圏内なんでね、飛来しないとできないし、ダックプリ来る前にやっちゃおう。あーいえー、いやーこれはでも本当に勝てたのはマジライトニング回しだな、これ本当に皆さん使ってみてねはい、というわけで今日はねメガナイトブルーンのライトニングでねディガがないっていうちょっとレアなデッキを使ったんですけど、まあ一回ね最後手札事故ったんですけど神ライトでしたね、あれね意外といけるかもしれない、そうライト打ってもし音出してライトだったら割れるんで、まあちょっとスタンプでねごまかしてちょっと皆さんもねカード回しやってみてください、よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします、ではお疲れちゃんでした、またね。